こんにちは、ゆうなです。なつなです。はい、じゃあ今回の動画はなんとね、あの有能な成分ビタミン C について、私たちがね、もうたくさんこんな感じで調べてきちゃったので、もう皆さんにこの情報を共有しようと思って、この動画を見ればもう皆さん私たちと同じビタミン C マスターですね。そうですね、はい、ぜひ最後までしっかり見ていただけたらなって思います。この動画ではビタミン C がどんな成分なのかと、どんな役割をするのかと、どんな種類があるのか、この3点についてまとめながらやりたいと思います。はい、どんな成分なんですか？はい、特徴として、まず私たちの体の体内の中で自分たちで制作することができないんです。なのでサプリとか果物とか食べ物、そしてお肌においてはビタミン C が配合されている美容液とかを使うことによって、このビタミン C の美容作用を私たちが得ることができます。じゃあ自分が意識しながら取らないと、ね、ビタミン C 成分は取れない。そういうことです。はい、でこのビタミン C の特徴としては、化粧品とかで使う場合にビタミン C をそのまま入れることはできるんですけど、その効果を発揮することが難しいんですよ。でその理由としては、まずとても不安定で酸化しやすいんです、ビタミン C ですもんね。そう、ビタミン C っていうのは酸化しやすいので、お肌の、ね、中に入る前にも酸化しちゃう、本当に難しい成分なんですね。でそれともう一つ、お肌の表皮のバリア機能を突破することがなかなかできないので、お肌の中に入り込んでそのビタミン C の美肌成分を発揮するっていうことができないんです。なかなかとても難しいんですね。でそこで新しく作られたのがビタミン C 誘導体って言って、でこのビタミン C 誘導体って何かっていうと、ビタミン C を安定化させると同時にお肌に吸収させやすくするように新しく作られた成分です。でこれビタミン C 誘導体って聞くと、なんかビタミン C と違うのかなって思われる方いると思うんですけど、お肌の中に入ったら、その一緒にくっついてたものが、そう、一緒にくっついていたものがお肌の中に入ると分かれてビタミン C になるので、ビタミン C としての美肌効果をこう期待することができるんですね。2つ目で、ビタミン C は実際にどういう働きをするんですか？はい、まずビタミン C はもう本当にいっぱい効果があるんで、ちょっと長いのでちょっとゆっくりいきますね。まず一つ目に、活性酸素を防ぐ作用があるんですよ。活性酸素って何と思われる方いると思うんですけど、活性酸素っていうのは紫外線とか汚れた空気、ストレスとか私たちの生活の環境の中で行われる酸化作用のことなんです。酸化するってことは細胞が錆びちゃうってことなんですね。でこの酸化作用はお肌の細胞にいろんな影響を与えるので、例えばシミとかシワとかを作る原因になるんです。酸化を防止させる働きが美白につながるんですけど、なんで美白につながるのと思われるじゃないですか。でこのなんで美白につながるかっていうと、ビタミン C はチロシナーゼっていう酵素の働きをまた止める働きをするんですね。そのチロシナーゼがシミの原因となるメラニンの生成の合図をしている酵素なんですけど、 その酵素の役割を抑えるんですね。そう、そういうことです。なのでこのビタミン C をね、摂取することによって、このメラニンの生成をビタミン C がやめろやめろって言ってくれるんで、このシミの防止になります、でまたこのビタミン C っていうのは、すでに生成されたメラニンを無色化する働きもあるので、できてしまったメラニンをこう無色化してなかったことにしてくれる働きもあるので、もう本当にね、シミができない。これがもう美白につながるんですね。なんかね、紫外線を浴びて、浴びる前も使えるし、浴びた後でも効果がある。そう、どっちでも効果があります。だからもう本当に効果抜群の美白成分。で、このビタミン C 誘導体は、表皮だけじゃなくて、真皮って言って、お肌の奥にまで入り込めるんですね。で、このお肌の奥に入ることによって、張りとか弾力の源であるコラーゲンの合成を促進させることができる。で、促進させるだけじゃなくて、この変性させる、もうこの、コラーゲンが減る原因を作るのを、またこれまたストップさせてくれるんですよ。また別の働きとして、ニキビの炎症を抑えてくれます。そしてこの毛穴を引き締めることによって、ニキビの予防にもなるんです。すごい。ニキビも抑えて、毛穴も引き締める。そう。で、ニキビの予防にもなる。すごくないですか？本当にすごいものですね。でもまだまだあと一つ働きがある。そう、その働きはメラニンの排出を正常にするっていう働きがあります。メラニンってこう一定量私たち
ちゃんとこう排出されてるんですよ。でターンオーバーっていうお肌の仕組みによって剥がれ落ちてるんですね。でこれがお肌の紫外線とかを浴びてお肌の新陳代謝が悪くなるとこの剥がしきれなくなってしまうんですね。でもこのビタミン C を摂取することによってお肌の新陳代謝を上げてメラニンの排出をしっかり行ってくれるっていう作用があります。優秀。こんなに優秀なビタミン C 誘導体なんですけど、これまたビタミン C 誘導体の中にも種類があるんですよ。3つありますね、大きく言うと。じゃあこの3つの種類の中でまず1つ目が水溶性っていう種類です。まあ、文字を見ればわかると思うんですけど、水に溶けやすいってことですね。でこの水溶性っていうのは安定性が高いんですよ。そして速効性があります。もうすぐ効果を発揮してくれるんですね、はい、他の誘導体と比べて。欠点としては持続力がそんなにないんですね、ちょっと高濃度だとかさつきやすい、敏感肌の人はちょっとそうですね、なんか敏感肌とか乾燥肌の人はもしこの水溶性ビタミン C 誘導体を使うのであれば、これプラスにちゃんと保湿してあげたらもう効果抜群です、ね、速効性もあるし。でこの水溶性は特にこのいっぱいあったビタミン C 誘導体の働きの中で特にこの、ね、オイリー肌の人におすすめなんですね。でそれがなんでかっていうと、皮脂をコントロールする、さっきのニキビの炎症を抑えたりニキビの予防になるって言ったんですけど、その効果をこの水溶性はとても、働きがあるんですよ。なのでこれはオイリー肌の人におすすめですね。そうですね、はい、じゃあ2つ目、はい、2つ目が油溶性です。この2つ目の油溶性はまあ、文字見たら分かるように油に次は溶けやすいです、はいはい、油に溶けやすいので美容液とか乳液とかによくこのビタミン C 誘導体が配合されていることが多いです。この油溶性の特徴としては安定性が高くてお肌の中に入りやすいです、でお肌の中でゆっくりとビタミン C に変わっていくんですね。だからさっきの水溶性みたいに速効性があるわけじゃなくて、ゆっくりビタミン C になっていきます。この油溶性っていうのはお肌の中に入りやすいって言ったんですけど、真皮までね、お肌の奥まで届いてくれるのでコラーゲンの生成とかもバッチリ行えます。なのでハリとかがねこのビタミン C 誘導体によって発揮されるんですよ。結構乾燥肌の人におすすめです。そうですね、乾燥肌とか敏感肌の人におすすめです。はい、はい、3つ目、はい、3つ目は良心媒性って言って、さっきの水溶性油溶性のどちらの働きもする、油にも水にも、そう水にも油にも溶けやすい成分ですね。でこれがこの水溶性油溶性と比べても一番お肌の中に入りやすいです。で細胞の中にも入りやすいんですね。でもその代わりに酸化しやすいんですよ。難しいですね。残念しちゃうと難しいんですね。酸化しちゃったらもう効果がないので、これちょっとまあ使いにくいんですけど、まあ、どっちにも溶けやすくて、まあ、お肌の中に入りやすいよっていうね特徴があります。でじゃあこのいろんな働きをビタミン C 誘導体するって今言ったんですけど、どれだけ効果があるかっていうのをリンゴを使って、実験してみました、はい、片方に水だけ塗って、もう片方にこのヒールズの美容液を塗ってみたんですね。これビタミン C 誘導体が入ってる美容液でどれだけ酸化を防ぐことができるかっていうのを実験してみたんですけど、その結果がこちらです。もう全然違いますね。すごいですよね。もうこの水だけ塗ったのはもう本当に酸化して茶色くなってるのに対して、このビタミン C 誘導体が入っている美容液を塗った方はもう真っ白そのまんま、これもうどれだけビタミン C 誘導体が優秀かっていうのがよくわかりますよね。もう皆さん欲しくなったでしょそうだね、もう欲しくなっちゃったよね、そうこういう働きが、これはおすすめですよね。はい、これはおすすめです。こんな感じでいっぱい種類あるんですけど、この成分表っていうのが後ろにあるんですね。でこの中に書かれてる成分はちょっと違う書き方がされてて、ちょっと見分けが難しいんですよ、さっき乾燥肌の人におすすめとかいろいろ言ったんですけど、ちょっと見分けるのが難しいんで、これ今表にして出してます。でも店員さんにビタミン C 誘導体入ってるのどれですか、でも全然通じる、ね、そうですね、通じます。これ一番最初にエチルアスコルビン酸っていうの書いてあるんですけど、これが水溶性のビタミン C 誘導体です、はいはい、なので私これ使うとき、まあ、これ全然なんかとろみがある美容液なのでそこまで心配はしてないんですけど、一応保湿も一緒に心がけてケアをやっています、はい、こんな感じでね、後ろまで読めるようになると思う。これに合わせてね、何すれば効果的かとかもよく分かってくると思うんでね、さっき貼ってあった表をね
よく見てみて、あ、これ、油溶性だな、とかね。かっこいいよね、ちょっと。そうだね。これ、水溶性じゃん。保湿しなきゃとかね。楽しくなるよね。そう、楽しくなっちゃう。で、まあ、こんな感じで、ね、ビタミン C 誘導体、本当に奥深いんですけど、わかればね、本当にいろんな効果発揮してくれるので、もうぜひ使ってほしい成分です。はい。ちょっと難しいんですけど、このチャンネルで私たちと一緒にお勉強していって、もうもっとね、いろんな成分を有効的に使えるように、一緒にこれからもお勉強できていけたらなって思います。はい。はい、以上です。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。はい、お知らせがあります。この度、8LDK の公式 LINE ができました。はい、じゃあこの公式 LINE では私たちの動画の更新情報はもちろんなんですけど、下に3つのボタンがあって、皆さんが気になってることとかやってほしい企画とかを送ることができるので、私たちの動画がもっとより良い動画になるために、そして皆様により良い有益な情報を発信できるように頑張っていくので、ぜひ皆さんね、どしどし私たちに企画とかを送っていただけたらなって思います。はい、概要欄にリンクを貼っておくので、皆さんぜひそこから追加してみてください。